タデカは総使用植物のトガの一つである。5060属、約1100種。種数の多い属としては、約250種のエリオゴノム属イレオゴナム、約200種のギシギシ属ルメクス、約130種のハマベブドウ属カコロバ、約100種のイヌタデ属ペルシケリアがある。かつては300種をユース、タデ属ポリガノム SL があったが、約8属に分割された。 日本には3の十二属約70種が自生、または気化する。双本、または低木で北半球の温帯を中心に世界的に分布する。花は脂肪上位で放射層症、額と花びらの区別はなく可否変は4から6個で、花ゴムやど損して果実を包むものが多い。相乗、または水上過剰なす。果実は扁平。 または三両型で種子を1個含む。卓用があり、鞘状に茎を抱くものが多いが、広がって本物の葉と同じくらい大きくなるものもある。タデカは、幼少のあるタデ赤と幼少のないエディオホノイデアエノニ赤に分かれ、赤はそれぞれ数連に分かれる。ただし、より規定的かもしれないが詳細な系統位置は未確定な水族があり、新赤シマリエディが提唱されている。 タデカ全体は、イソマツカと、姉妹群である。かつてのクロンキスト体系では単独でタデメとしていたが、新しいエペジー植物分類体系ではなでしこめに、入れている。古い説などで唱えられていた属最も経済的に、重要なものは、穀物のそばである。また、野菜、香辛料とされるルバーブや柳田で、また漢方薬などの薬用にされるダイオウや、ツルートクダミがある。 雑草とされるものの中にもヨーロッパで野菜とされる水場や山菜の板取りがある。愛は染料として使われている。また水引きやタデ類の一部などが干賞用に栽培される。ありがとうございます。